プロ野球選手から殺人犯に転落した男、小川博。小川は1984年のドラフトで指名2位でプロ野球入りをするが、怪我により1990年にプロ野球を引退する。そしてこの引退が事件へと続くこととなる。引退後は結婚し、家族と穏やかに暮らしていた小川だったが、プロ野球時代に稼いだお金でキャバクラに通い、自由奔放に暮らしていた。家族に見放され、お金が底をつくと、闇金からお金を借り、返済できなくなるとアルコール中毒になり、精神的に追い詰められた小川は2004年に当時勤めていた会社の家政婦を殺害し、現金を盗み逃走。逮捕され、裁判所から無期懲役が言い渡された。